皆さんこんばんは。東京ドームを振り返る YouTube ライブ。今日は2日目、Day 2になります。はい。ということで、今日もスペシャルなメンバーが、登場します。紹介します。この方です。こんにちこんにちは。お邪魔します。マイヤー、お久しぶり。お久しぶり。ネットニュースでさ、マイヤーの卒業が延期になったっていうのを見ました。あ、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。嬉しかった。ありがとう。まだまだ、よろしくね。いや、こちらこそお仕事できるようになったらまたいっぱい喋って。ねえ、こちらこそ。ありがとうございます。ということで、はい、今日のこう2日目はカズミンと一緒に、振り返っていこうと思うんですけれども、います。はい、カズミンはこう東京ドームライブどんな気持ちだったとか覚えてる？あのね、オープニングの、さ、一番最初ね、多分昨日やっちゃったと思うんだけど、はいはい、あのさ、すごい、いないしないか、どっちだったっけ、あのさ、2パターンだったっけ、1日目かな、あの制服のさ、女子高生のやつ。女子高生のやつ。で、うんうん、1人目が警備員さんか。そう、警備員さん。それを、私、携帯でリハの映像、リハの時に撮ってて、自分でムービーを上から見る。大勢の皆さんのリハ風景を撮ってて、それが好きで結構見返してるから。何それ。めっちゃ楽しそう。そう、すごい揃ってて、それがすごい。そうなんだ。ドームってなんかこの壮大なんだっていうのを感じたよ。いや、なんかさ、改めて見るとさ、やっぱ広い、大きいなって思うよね。大きいしね、なんかこう、装置もすごいよね。すごい。だから本当に、なんか私たちにとってもいい経験だったなって思うし。ねえ。またみんなでね、立ちたいなとも思うけど、ねえ、まあいろんな思い出があるかと思うんですけれども、はい、まあ2日目はまあどこからなんだろう、まあアンダーのブロックもあったり、多分その命は美しいとかいろいろその辺の、なんだろう、こう大変だったところ、もう。そう、あそこも入ってると思うので一緒に皆さんと振り返りつつ見ていきたいと思います。はい、楽しみ。はい、それでは2日目スタートです。スタート。どうぞどうぞ。ありがとうございます。声援となんか音楽とかで地鳴りがするよね。こんな迫力を私は初めて感じています。皆さんダンケシェーン。マッツはどうですか？いや、本当にもう皆さんの声がすごいパワーがあって、もう今日からもう1年間すごい頑張れそうな感じがします。1年間頑張ってください。お正月みたいなこと言ってもらった。びっくりした自分で。そうだね、そうだね。はい。はい、じゃあ私たちはね、この後のコーナーも盛り上げていこうというわけで登場したんですよね、はい、そうなんです。この2人といえば、そうそうです、唐揚げ姉妹です。意外と知名度あるね。もっと嬉しい嬉しい。いつでも無表情で。あの瀬戸利にないからって入れ込むのちょっと恥ずかしいからやめよう。皆さんよかったら聞いてください。聞いてください。はい、そうなんです。そうなんです。そう、唐揚げといえば揚げてなんぼっていうことは、今日はこの会場の皆さんの気持ちも揚げちゃおうっていうコーナーです。私たち唐揚げ姉妹とこちらにいます、唐揚げ半生シスターズのみんなで、皆さんと一緒に声を出して盛り上がっていこうという企画でございます。そう、半生まだこれから上がっていくよというね、素材でございます。はい、かわいいですね。かわいいでしょ。まだまだですね。そうですよ。面白い、具体的にはそう、じゃあ説明できますか。はい、そうですね、このみんなで、じゃあ、まずはですね、私たちが唐揚げって言ったらみんなでイエーイっ
でお願いします。じゃあいきますよ皆さん。から揚げ、から揚げ、から揚げ、東京ドーム、イエーイ。いいですね皆さん、3期生も元気出していこうね。それではじゃあまずはマッツン率いるお姉さんチーム半分に分けて、こっちが唐揚げ姉チームでございます。姉チーム。そして私からこっちが妹チームでございます。でお客さんの皆さんもこっちからこっちがマッツンチーム、そしてこっちからこっちが妹チームでございます。あ、負けてるよ。ちょっと姉チーム、妹チーム、今からこんな感じで分かれて、カラッと揚げ揚げ対決をしていきたいと思います。はい、それではじゃあ3期生のみんな、何か揚げたい人、じゃあ誰にしようかな。じゃあたまちゃん。はい、若様軍団フォーク担当の坂口たまみです。あー、たまちゃん、皆さんのハート、フォークで刺してもいいですか。おお、あれ、マッツンチームも今イエーイって言ったよね。え、ちょっと待って、あれ、おい、おめえら怖い怖い怖い、お姉さん、お姉さん怖いっす怖いっす、そんなやから負けんねんぞ。え、え、あ、こちらはあのこれ第1回戦終わりです。あ、そちらはどうぞ。みんなそんなこと言って、じゃあこっちの3期生やりたい人。はい、じゃあリリアタン。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあリリアタンは、はい、どんな掛け声でやりますか。そうですね、私は、沖縄出身なので、私がとってもと言ったら、皆さんで一緒に嬉しいさと言っていただけたら嬉しいです。お願いします、お願いします。じゃあいきますよ、準備ですか。いきますよ、東京ドームに立てて、とっても嬉しいぞ。ありがとうございます。いいね、沖縄みたい、完璧みんな。ありがとうございます。こちらのチームまたみんな優しいから参戦してくれちゃいましたね。いいね。じゃあ次私の方のチームいきましょう。誰かやりたい人。じゃあ、くぼちゃん、やった、はい、そうですね、嬉しいさがすごい大きな声だったので、ちょっと負けたくないなと思って、ね、ちょっとここで、ちょっと例のあれを、いくさんとやりたいなと思って、例のあれ、あれやりませんか。まあでも東京ドームだしね、そうですよね、やっちゃいますか。いきますよ、せーの、お腹がいっぱい。皆さんも一緒に行きますよ、せーの、お腹がいっぱい。ありがとうございます。まずはみんな腹ペコです。え、腹ペコなの。腹ペコです。じゃあこっちはお腹いっぱいチームとして、じゃあもう一人やりたい人。はい、お、はい、あ、じゃあヨダちゃん。やった。はい、じゃあヨダちゃんはどんな掛け声でやりますか。はい、今日はお見立て会ぶりに博多弁でキャッチフレーズをします。おお、じゃあなんて言ったら、なんて返してもらうとかありますか。はい、ちっちゃいけど色気はあるとよって言ったら、皆さんセクシーにウフンって言ってください。みんなセクシーによ、レベル高いな。セクシーに、じゃあいきます。ちっちゃいけど色気はあるとよ。いいね。どうだったヨダちゃん。すごい、ありがとうございます。うふん、セクシー。いやー、上がってきましたね。じゃあせっかくだから最後もうみんな全体で上がっていきましょうか。じゃあ皆さんいきますよ。乃木坂、イエーイ、東京ドーム、イエーイ。
次はこちらをどうぞ。樋口日奈、寺田蘭世、渡辺美里亜、山崎怜奈、鈴木彩音、斉藤千春、能條亜美、川越日奈、川村真宙、伊藤花凛、和田麻也、佐々木琴子、伊藤純奈、相良伊織。中本姫香、北野日向子、中田香奈、斉藤優里、斉藤飛鳥、星野みなみ、堀美央奈、新内舞、江藤美沙、井上さゆり、伊藤万理華。
聞いてください。アンダー披露できるなんてね、もうすごかったです。本当に最高です。ありがとうございます。ということで次は19枚目シングルからアンダーの最新曲をお届けします。聴いてください。マイルール。
よろしくお願いします。西野七瀬17歳高校2年生です。乃木坂46に絶対に必要な存在になりたいし、見る人を楽しませたり楽しそうやなって思ってもらえるようなグループにしたいと思っております。グループのセンターと呼ばれるもの、選抜メンバーと呼ばれるもの、華やかな場所にいるその者たちはその場所で輝くために誰よりも自らに厳しい。自分たちを誰も甘い目で見てくれない、その者たちは常に前に立つというプレッシャーを持ちながら、そしてそれを見せることのないように舞台に上がる。グループを代表して立つという意識、彼女たちは常にそれを持って表に上がる。場所の影は見えづらい。ただその者たちが6年間光を増し続けたのは誰よりも努力してきたから、その影を見せまいとしてきたから。乃木坂46、この瞬間の輝きは彼女たちが磨き続けてきた6年間の証。
まで
ここまでになります。はい、はい、どうだった、なんか印象に残ってる、あ、やっぱりあのさ、あれ命からの、うんうんうん、のとこはめちゃめちゃ覚えてる。そうだよね、うん、とにかく暑くて暑かったね。なんかさ、うん、リハかなゲネかわかんないけど、うんうんうん、こう実際に衣装着てうん、やった時に私すっごい汗かいたの、うん、もう信じられないくらい顔だけじゃなくてなんかもう衣装の中とかも全部汗だく、もう滝のようになんか汗が流れちゃって、うん、うわこれ本番でやるの結構体力きついなと思ったし、うんうんね、それなんか本番をいかに汗をかかないで、うん、でも本気でやろう、やんなきゃなとも思ってたから、うん、もう頑張って頑張って汗をコントロールできないけど出さないようにどこまでできるかっていう自分で勝負はしてた。すごいね、嫌いで汗止めれるんだね、うん、なんか意識はしてた、なんか出てくんなよと思いつつ、でも暑かった。すごいね、うん、あのでもさ、いやマイアンって本当に汗かいてるイメージないのよ。本当、うん、多分本番止めてるんだ、止まってるんだと思うのそれででもすごいよ、多分近くで見たらもう本当にびっしり汗だく、
もうさ、着替えの時とかさ、後ろはけてさ、着替え、うん、隣じゃん、マイヤン。隣、隣。そういう時とかさ、もうさ、暑くてさ、わかる。なんか、インナーとか、脱いだやつとか、うん、絶対さ、絞ったらさ、出てくるよね。じゃないかってくらいさ、ほんとね、わかる。でも、なんかさ、うん、あの、西武ドームの時とか、めっちゃ極寒だったじゃん。はい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 。ああいう時に限って、火とかあんまなくない？そうなんだよね。ああいう時こそ火出してほしいよね。そうだよね、あったまりたいのにさ。わかる。なんかストーブ代わりで出してほしい。うん、懐かしいわ。懐かしいね。そのさ、逃げる、あの、逃げてない。あの、抜く時さ、うん、あの、上に羽織ってたやつをね。はいはいはい。確か一瞬裏にはけて脱げたんだよね、その時。うんうんうん、うん。その時に、もう暑すぎて、私、あの、叫んだ記憶がある。なんて叫んだ？なんか、多分もう、マイクもこう、ね、手持ちのマイクもないから、もう自分だったら聞こえないだろうと思って、うん、結構で、暑い！暑いよ！暑いですけど！って、すごい叫んだ記憶があって。もう出ちゃったんだね、声が。私、あと、あのさ、みんなでさ、最後にね、ライブ終わってさ、なんかありがとうございましたで頭下げるの揃えるとこあるじゃん。はいはいはい。あそことかもうこう下げた時によく叫んでる。あ、そう叫んでんの？そう。ああ靴下の長さが全然違う。どうしよう。でもさ、それ一人で言ってるんでしょ？一人で言ってた。たまに隣のメンバーに聞こえてるらしくて、いや、もう聞くからさ、前に聞こえないかなと思って。あそこさ結構自由に喋ってんだけど、なんか好きなんだよ、はい、ライブ中に叫ぶ。いいね、楽しそうだね。私も今度やってみよう、卒業ライブもしできるようになったら。やってみやってやってほしい、うん、あの聞こえないから周りの人には思うと、ね、叫んで。確かに、やってみる。ちょっと楽しみできた。ありがとう。嬉しい。いいね。いや、本当に懐かしい。いろいろ思い出したけど、うん、まあそんな感じでそろそろ Day2 も終わりになるんですけれども、最後にカズミ何かこう伝えたいこととか言い残したこととかあったら。もうこういう状況だけどさ、マイヤーのビデオライブさ、うん、絶対やりたいなって思う。あのね、いつかできる時が来たら。で、うん、マイヤーとのさユニットがね、私すごい多いのが嬉しくて、うん、でなんかさ、やっぱり卒業したメンバーのところに新しいメンバーが入ってっていう形が最近すごい多くて、うん、なんかそのメンバーのこともすごい好きだけど、前のメンバーのこともやっぱり思い浮かべながら歌うことが多くて、だから最後になんかマイヤーの立ってるなんか、うん、こう姿を、うん、そこのポジションにマイヤーのポジションにマイヤーが入ってる姿をなんか目に焼き付けてからさよならしたいなって思うから、うん、だからなんかできたらなって思う。そうだね、私もそれはしたいし、やっぱホワイトハイもあほらあまり今までさ活動期間少なかったじゃない？そうよ、あの東京ドームとかでやってないもんね。そうそう、だからバスライブってやんないから。そうそう、1年に1回だからね。そう、それもちゃんとね最後に披露したいし、嬉しい。うん、活動してこいとはい。はい、ありがとうございます、たくさん。こちらこそありがとう。ね、ありがとう。ということでね、また明日は最終日なんですけれども、明日もまた別のメンバーが登場してくれるので、皆さんはね、誰だろう。皆さん楽しみにしていてください。ということで、かずみん最後までありがとうございました。こちらこそありがとう。またね、バイバイ。バイバイ。